新たなありさまゆりか様、本日もポチッとありがとうございます。ということで本日は、ナータンがいない日の、ルーティーンを撮っていきたいと思います。前に撮ったと思うんですけど、また改めて撮りたいと思います。今日は、今帰ってきて、母の仕事帰りにそのまま預けてくるっていう感じですね。明日ちょっと朝から、用事というか仕事があるので、そのまま預けさせていただきました。お泊まりですね。ナータンちゃんお泊まりの1日でございます。ということで、早速ラグマットを洗おうと思いまして、コインランドリーにね、行ってきました。結構ハイハイまではいかないんだけど、釣り灰をするようになって、まあ、リビングとかあんまり出させてないんですけど、まあ、ちょっとねこう動き回るようになったので、まあナータンがリビングを汚すというよりかは私がめっちゃ汚すんですよ。なのでちょっと汚くなったので綺麗にしようかなと思ってます。その前にちょっと掃除機全体的にかけようかな。結構もうただ置いてるだけみたいになって、とりあえずこう見栄え悪いんで、一応ねこれ旦那さんとナータンの写真も一応置いてある。人生いろいろですからね。もうねついにね、ここにねこうなんか適当に置いてたんですけど、もうナータンが引っ張って全部出し始めてきたので、やばいついに来たと思って、皆さんにこれ全部もう荒らされるよって言われてたんですけど、ついにもうその時が来ましたので、ここはもう出される前提に考えないといけないですね。まあ、こういうとことか多分登ったりとかするんだろうなと思うとね、この子たちはきっともうバイバイかなと。で、あとねこうベビー布団をいつも横に置いてたんですけど、もうねずっともう最近は一緒に寝てるので使わなくなってきてます。で、ね、コードもね一応ねこうしまってはいるんですけど、やばいですよねコード。でも最近コードよりも携帯とかリモコンとか大好きで、エアコンのリモコンマジで目光らせてねやってくる、突撃してくるから。こういうねもうヘアゴムとかヘアピンがいっぱい出てくる。マジでレーシックしたいんですよ。もう本当に目悪くて、もうパッて起きた時にさおむつ変えられたりミルクあげられたりするから、レーシック案件くださいって感じでございます。ま、結構汚れが落ちてる。あーふわふわだ。これね、白いのがねミスったなと思ったけど、まあこんなに汚れ落ちんならいいか。はい、ということで本日のメニューはカツ丼、ミニカツ丼とそうめん。やっぱね食欲なくてもねそうめんはね食べれる。いいよねそうめん。今日の服かわいいんですよ。ちょっと見えます、ねねちゃんの。これ前プリントだったらいいなと思うんですけど、これなんかナータンこのウサギみたいなおもちゃブッてやるのでいつもこのウサギを感じてるんですけど、このウサギでっかい ねねちゃんのお母さんが作ってるサイズがあって2万かな高くない。視聴者さんがプレゼントしようかとか言ってくださったんですけど、マジでやめてください、めっちゃ怖い。安定のね、これがあれば何でも美味しい。ナータンが生まれるまで、赤ちゃんが生まれるまではなんか赤ちゃん生まれたら大変なの分かってるし、なんかわいなかったらこれできたのにとか、そういう風にいなかったらっていうのを考えるのかなって思ってたんですけど、マジで一切考えたことなくて、わこれナータンいなかったらできるのになっていう、そのナータンがいることに対してマイナスに思ったことがマジで一回もなくて、ナータンがいるから大変なことももちろんあるけど、逆にもうありがとうっていうのがすごい。めっちゃもうナータンがいるからこれできてる、そのプラスでめっちゃ考えれるので、それが自分の中でちょっと驚き。子供いることでできないことってやっぱ増えてる
くると思うし、いけないところもあるし、気をつけることがいっぱいあって、もちろん大変だけど楽しいですよね。とりあえずでもそれは皆さんのおかげだと思ってます。私はリスナーさんのおかげ。ちょっと ごちそうさまでした。おもちゃ吹き。おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ、チャチャチャ、おもちゃのチャチャチャ。Okay.最悪やっちゃいました。本当はちょっとだけ寝て配信の予定だったんですけど、いやー苦戦してしまった。11時です。今やっぱね、本当に不思議なんですけどね、ナータンがいると結構頑張れるんですよ。なぜかそっちの方が忙しくて大変なのに、ナータンがいないとすっごいね、なんかオフスイッチっていうんですか、入ってしまって、やる気が全然ない。お疲れ様です。次はまた移動します。いる解除してもらいました。ちょっと時間が押しちゃったので急いで行きますけど、めちゃくちゃ暑い。お腹空いたけどちょっとどこまでやらずに直行します。ありました。ヘロヘロです。これからちょっとご飯食べてインスタ撮影したりして帰りたいと思います。あなたのお迎えです。
うん。